皆さんお疲れ様です。FM アキチャットの中村てと。森谷です。よろしくお願よいろししくお願いまします。す。ということで、今回の動画なんですけど、無事 FM アキチャットの勝山ゼミ2023年度完了しました。お疲れ様でした。お疲どうれでした様でか？した。福井県の勝山市の空き家改修を通じたまちづくりプロジェクトですね。正確名称で言うと。そうですね。はい。を、まあ、去年の夏に、相談を受けて、建築学生を募集して、で、一緒にアイディアとかをね、考えてもらうプロジェクトなんですけど、まあ、今年度は企画と、まあ、設計というフェーズで、第3回ですかね、の訪問が無事完了して、動画もすべてアップしているというような状況になっております。だね、いやなので本当に夏ぐらいから一気にやりましたね。そうですね。結構初めて会う学生同士13人で一緒にこう日夜議論したり、あとはオンラインでもこうみんなでエスキスし合ったりとかしてかなり詰めていきましたね。学生さんたちはすごいね、まあ忙しいと思いますけど、このプロジェクトにね、結構時間を割いて、模型を用意したり、自らいろいろ動いて、プレゼンテーションも良かったなというふうに思いましたね。みんなとても優秀でした。心強かったですね。ということで、今回なんですけど、まあ、せっかくね、学生さんたちがプレゼンテーションをしてくれたんで、この後ね、プレゼンテーションの前編という形で動画をね、流したいなというふうに思っております。ちょっとね、長い動画になるかなとは思うんですけど、建築学生さんたちがね、この勝山市で何を提案したのかっていうのをちょっとお見せしたいなというか、学生が頑張ったので見てほしいなっていうところがあるので、ぜひね、見ていただけたらと思います。ね、多分内容としては、結構学校の課題って、ある意味こういうコンセプト、鉄管建築って作るんですけど、そこにどうやって事業を運営みたいな部分も加わってるので、結構多分面白い内容になってると思います。で、かなり高度なこともやったなと思ってるので、まあ、勉強になるにもなるんじゃないかとも思っております。まあ本当はね、もう35人ぐらいの建築学生の応募があったんですけど、今回参加してくれてるのは13名というところで、ちょっと選びきれなかった学生さんたちもちょっといるかなと思って、ぜひね、こういう感じでやったっていうのを見て、次回もし何かあればまたこういう感じでやるんだなっていう流れをね、参考にしてもらえたらなと思いますんで、本編へ GO! まずこのような機会を設けていただき誠にありがとうございます。本当に自分たちの精一杯のプレゼンを持ってきましたので、ぜひお聞きいただけるとありがたいです。では始めていきます。本日の流れはこのような流れとなっております。本企画についてなんですけれども、守屋さんの方から先ほど説明があったんですけれども、今回は全国各地の方から大学生がこの神奈川を舞台に空き家改修を通じた街づくりを行うプロジェクトとなっております。今回での訪問は3回目なんですけれども、1回目の時には勝山市の資源の視察を行いました。福井の勝山で長きにわたり生活の一部であった大正洲、また勝山といえばの福井県立恐竜博物館、また今回の対象物件である入船を視察しました。またその後、住民の方だったりとか勝山市に関係のある方々と一緒にワークショップを行い、勝山の問題点や課題点などを話し合いました。そして今回のプロジェクトメンバーなんですけども、こちらに乗ってない人も含めて総勢19名以上の人が携わっています。もちろん福井県出身じゃなく、他府県の方からも来ていただいて、たくさんの方がこのプロジェクトに関わっています。対象敷地なんですけども、皆さんご存知の通り、この勝山市には自然豊かな地域で、四季折々の風景が楽しめる場所であり、また歴史や文化といったものも楽しめる魅力的なエリアとなっております。そして今回の対象物件なんですけども、勝山市役所やまた花月楼近くのところで、元居酒屋さんであった入船さんのところを今回は対象物件としています。1階にはキッチンとカウンターで、奥の方、こちらに
庭だったりとか、2階には和室の部屋があります。そして視察、このような視察ワークショップを経て、私たちは佐紀町祭りや恐竜といったものやことっていうのは勝山には豊富にあると感じましたが、人の資源っていうのが極端に少ないと思いました。またこういった人の資源が少ないと、いい場所を作っても情報発信をしていけないという話になりました。よってまず住民自らが掘り出す道具、人材となり、勝山の魅力を発信していく、人が中心となって勝山の魅力を県外へ発信していこうというふうに結論に至りました。そして次に本題に入ります。はい、今回のテーマは発掘というところで、まだ勝山に多くの魅力が埋まっていると私たちは考えました。その眠っている人であったり物であったりことの魅力を掛け合わせていくことで、今後の勝山の魅力を補充していこうと。で、今回のコンセプトが、過ごせる発掘現場というところで、物とか人とかことの魅力を発掘して、泊まったり食べたり話したりすることで、勝山の新たな魅力であったり、新たなコミュニティ、新たな思い出を堆積させながら地層化していくということを考えました。地層化っていうのは、この記憶であったり、イベントなどの歴史が積み重なっていくという意味での地層となっております。今回のイメージの段階1なんですけども、今回は発掘の中でも人、先ほど言った人に着目して、その拠点としてここの入り船を活用します。魅力的な人を呼び寄せるために、まずは地元を知る仲間づくりを行います。その人たちを中心に、それぞれの個性をコンテンツ化し、このコンテンツ化とは、チャレンジショップであったり、技術や知識を、教える場となどを想定し、空き家を活用します。こちら段階3ですね。その個性に魅了された人であったり、関係する人々が訪れるつながりの場として、この場所が形成されます。またその人しか持っていない、専門的な知識が豊富な人、こちらをニッチな人とさせていただきます。このニッチな人を県内外から呼び、新たな知識をここ勝山で発信していきます。また宿泊機能を付加させることで、こちらに書いてあるバックパッカーなどの少人数でも地元の人と交流しながら勝山での時間を過ごすことが可能になります。将来的に発掘された人々は、その魅力を伝える側ともなり、さらに他の人を発掘するという役割もになっていってほしいと考えております。こちら段階4です。このように勝山の発掘現場の規模であったり数を拡大することで、ここ入り船を拠点とし、発掘仲間を基盤に勝山全体を巡る町宿のような仕組みを作っていきたいと考えております。こちらイメージの最終段階の最終目標なんですけども、最終的には町全体で勝山の魅力を発掘していくことで、発掘された人々が主人公となり、ここ勝山で過ごしてみたくなるような街を作っていこうと考えております。このように勝山の人や勝山市外から来られる人を軸に、勝山の魅力をどんどん発掘していって、どんどん勝山の魅力を発信していく場となることが、今回の古民家では必要なんじゃないかというふうに考えました。なので、今回では、人と発掘っていう2つのキーワードが、取り上げられます。で、発掘をテーマに掲げるにあたって、もちろんこうスコップやショベルカーで発掘っていうのを行うんですけども、そもそも、良い地層がなければ、化石だとか自分の求めている発掘っていうものはできないというふうに考えました。なので今回の古民家のデザインのコンセプトを、地層というふうに置きました。地層は化石や、噴火の跡だとか、川の流れだとか、そういったものとか、ことだけでなく、まあ、時代そのものも、包み込んでいるものなんですけども、そういった、地層そのものを建物にも応用していって、あらゆる人やあらゆるものあらゆることをこの建物の中で、包み込んでいく。例えば勝山の、人が、今回の古民家でお茶をするようなこともあれば、勝山市外の人が、こっちに来て一緒にイベントを開催したりとか、そういった場所になればいいなというふうに思っています。そうすることで、ここの古民家の歴史をどんどん堆積させていくだけではなくて、勝山の、歴史だとか勝山の魅力をどんどん堆積させていくような、ものになるというふうに思っています。で、設計して出来上がったものがあちらになります。ぜひお近くで見ていただければなというふうに思います。
そうです、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 1階の設計プランから紹介させていただくと、1階は主にカフェ利用と、あとこっち側が、宿泊者の、まあ、水回りのスペースとなっております。そうですね、入り口から奥に向かって順番に説明させていただくと、ここの入り口なんですけど、まあ、今、表が格子とかで覆われていて中がよく見えない状態なので、ここを、ガラスにして中をよく見える状態にして、人が入りやすいような、雰囲気にしたいなと考えています。ここの入り口を入ってすぐここにカウンターが受付と書いてあるところです。受付と書いてあるところがありまして、ここは、宿泊者と、カフェ利用の人で、ここで対応をします。そしてこの部分なんですけど、ここの、まあ、今模型だと空いてるスペースは、まあ、可動式の家具を設けて、ワークショップなどをするときは、家具を少し入れてここの広いスペースで、まあ、ワークショップであったり、まあ、イベントだったりを開催できるようなスペースとなっております。そしてここの木組みのキッチンになってるんですが、ここは、まあ、木組みでインパクトを出して、まあ、木組みにはなってるんですが、ここをその棚、見せる棚として、設けました。そしてここの右側の、あ、左です、すいません、左側のここのスペースになってるんですが、ここは棚の中に人がこもるようなイメージで、そうです。棚の中に席があって洞窟にこもったような空間になっています。本棚に包まれて食事をするという、まあ、SNS 映えを、まあ、狙って、その SNS で勝山の魅力を他の地域の方にも広めて、他の地域からまた集客を得れたらなと思っております。奥に進みますと、ここに、まあ、地層のような棚、まあ、ニッチですね。ニッチというのは、まあ、壁にくぼみをつけた棚のようなもので、ここに、地層をイメージしたものを設けたいなと考えております。でこっちの左側の奥のソファーの部分なんですが、ここもソファーや、天井を地層のようなデザインにして、あ、こちらですね、イメージにして、ちょっと天井を低くすることで落ち着いた空間を、演出したいなと考えております。そして一番奥のこちらの掘りごたつの集団スペースがありまして、こちらは少しこもった場所になってて、集団利用のスペースとして、まあ、ママ友の会などで利用できたらなと考えております。この1階のカフェの利用シーンのイメージなんですが、旅行に来る方やスポーツ観戦する方、そしてあとは共通の趣味持ってる方だったり、これから、新しく来る福井の福井大学の恐竜学の学生さんたちがここに集まって、まあ、課題をやったり、あとは、まあ、趣味を通して、仲を深めたりできるスペースになったりしたらいいなと考えています。また本棚、ここの左側の本棚の部分には、このイベントやカフェの写真だったり、あとはまあ本を置いたり、あとは催し物の告知をすることで、まあ、勝山の魅力を伝えていけたらなと考えています。以上です。2階はこちらなんですけども、この手前側の部分が、フリースペースというふうになっていて、まあ、カフェでちょっとざわざわしてるかもしれないので、ここでこう吹き抜けを前にして開放的な感じが前で、自分でちょっとワークをしたりだとか、学生であったら勉強したりとか、そういったワーク、まあ、ちょっと開放的なワークスペースというものを提供できるように考えています。で奥側にはドミトリースペースを設けていて、これは、まあ、先ほどおっしゃっていただいたみたいにカプセルホテルみたいな形をイメージしていただいているんですけども、このところには、バックパッカーさんが泊まれるような場所っていうものを提供したいなっていうふうに考えているので、ここをドミトリースペースを設けて、でしかも、まあ女性のバックパッカーさんも最近すごい多いので、男女別で
まあ、女性専用のバックパッカーちゃんが泊まれるドミトリースペースというものも設けました。で、まあ、そうすることで、まあ、このようなこう多種多様な人をこう受け入れられる、さらにはさまざまなイベントも展開できるような、すごいこうあらゆるものを含むことができる、そういった、建物、まあ、すごいこう発掘しがいのありそうな地層のような建物というものを、設計できたのではないかなというふうに考えております。じゃあ僕から運営体制の方を話させていただきます。ちょっと今ハード的なことだったんですけど、ちょっとソフトの方にもう一回戻りたいと思います。で、運営体制として、まあ、イベントである晴れの日っていうのと、まあ、日常的な利用としての、まあ、毛の日っていうので、今回ちょっと、まあ、2つの、まあ、パターンをイメージしてちょっと考えてみました。まず、まあ、晴れの日の、まあ、イベントの日に関しては、まあ、月に数回程度話題性のある人や、まあ、ちょっとまあ、ニッチ、さっきちょっと壁のくぼみでニッチっていうのがあったんですけど、ちょっとまた別で、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとニッチな人を呼んで、まあ、イベントを開くことで、人で人を呼び、その人と泊まって、まあ、夜通し話し合えるようなイベントができればなっていうふうに考えています。まあ、ニッチっていうのも、まあ、皆さんイメージつくか分かんないんですけど、まあ、マツコの知らない世界とかって見たことありますかね。まあ、ああいう感じで知られてないことを、まあ、突き詰めた人みたいな、ちょっと変わった人を読んでみると面白いのではないかなって思います。まあ、例えばなんですけど、例えば僕が、まあ、ニッチな人を手を挙げさせていただくと、まあ、僕実は趣味でプリン巡りっていうのをやってて、まあ、全国に100カ所ぐらい食べに行ってるようなちょっと変態なんですけど、まあ、そういうなんかこういうちょっとまあ特化した人、まあ、結構そのプリン界隈っていうものがあって、それもやっぱりすごい SNS とかでそう興味持ってくれる方がいるので、まあ、例えば僕が夜通しここでまあプリンを作ったりだとか、プリンの話をしたりだとかするみたいな、まあ、そういうすることでまあ全国各地からまあ例えばプリンであればプリンが好きな人が集まったりとか、まあ、それで興味を持った勝山の人が集まったりとかして、まあ、外と中の話が夜通しできるような、そういうなんかイベントができればなというふうに考えています。で、またちょっと下の方にも書いてあるんですけども、まあ、そういったイベントの際に、まあ、ポラロイドみたいなものを撮影して、まあ、写真を壁に貼っていくことで、まあ、地層風にする、まあ、それがさらに、まあ、地層っていうもので、まあ、記憶が堆積していくような、まあ、感じにできればいいのかなというふうに考えています。で、一方で、明けの日、日常の、まあ、パターンはどういうふうにするかっていうと、まあ、常設のチャレンジショップ、一回、まあ、昼間は常設のチャレンジショップだったりフリースペースっていうことを考えてて、まあ、夜はゲストハウスで利用できればなっていうふうに考えています。で、まあ、一回では常設って書いてあるんですけども、まあ、それも1店舗2店舗で限定してチャレンジショップって運営すればいいのではないかなっていうふうに思っています。毎回なんかチャレンジショップ変えるっていうのも考えたんですけども、まあ、そうすると何やっているかわからない場所になってしまうのではないかなっていうふうに思ったので、まあ限定して、運営することで、まあ、そういった何やっているかわからない場所っていうのを避けることができるのではないかなと思っています。で、また町の人が利用するコミュニティの空間にしたいっていうことで、まあ、フリースペースっていうものを設けたりだとか、あとは、まあ、今2階ここフリースペースってなってるんですけども、ゆくゆくはなんかコワーキングみたいな感じでお金取ってもいいのかなっていうふうに、まあ、現在考えています。で、まあ、夜はいろんなバックパッカーさんが泊まれるようなゲストハウスで運営できればなというふうに考えました。で、ちょっとスキーム案っていうのを私たちなりに考えてみたんですけども、まあ、今回の空き家をこの真ん中のゲストハウスシェアスペースシェアキッチンというふうに考えてしているんですけど、まあまあ、出資者としてはまあ今回の、まあ、出資者であったり、まあ、運用者っていうのは、まあ、今回その所有者さんである北橋建設さんが、まあ、挙げられるのではないかなっていうふうに考えてはいるんですけども、まあ、その中で社内ベンチャーであったりだとか、まあ、あとそういう空き家部門みたいなのを作ってみるだとか、まあ、して、まあ、空き家に興味がある人を、まあ、募集して運営するのが、まあ、いいのではないかなって、僕たちもちょっとまだわからないんですけども、そうするのがまあ面白いんではないかなっていうふうに考えました。あとは、まあ、チャレンジショップをしたい人とも一緒に交わって、このゲストハウス、シェアキッチンなどを、まあ、運営していくことができるのではないかなと思います。で、お金回りに関しても、まあ、クラウドファンディングだったり、ちょっとこれはわかんないんですけど、ふるさと納税みたいな形でお金を集めるとか、そういうことも、まあ、できるのではないかなっていうふうに、まあ、考えています。で、まあ、やっぱり、まあ、
こういった今回、本物件っていうのは結構人をテーマにして、考えているので、まあ、こういうバックパッカーみたいな、少人数で来る訪問者の方であったりニッチの方、まあ、あるいは地元住民であったり、まあ、そういった若い人たちとだとか、あの地元のまあ学生さんみたいな、結構そういった多くの人をまあ巻き込んで今回のこの、過ごせる発掘現場っていうのを作っていけば面白いのではないかなっていうふうに考えました。でちょっと簡単に収支計画っていうものを考えてみたんですけども、まあ、最初はちょっとまあ、初年度の方はまあ宿泊をメインとしてまあそういった運営をしていって、まあ、そこはだん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 ワーキングだとかそういったものであと利益を出すっていければまあいいのではないかなっていうふうに考えています。ではこの拠点にどうやって町を巻き込んでいくのか、どうやって愛される場所にしていくのかっていうのを自分たちに考えてみました。その答えとしては準備段階から町を巻き込みながら準備していこうと思います。でこちらに挙げているように、どういうこの拠点をどういうふうに使っていきたいかっていうのを考えるワークショップであったり、一緒に拠点を作っていく DIY を通して自分たちも一緒に作ったんだ、この拠点を一緒に作ったんだっていう愛着を持ってもらうことで、この拠点に愛着を持ってもらい、どんどん大切にしてもらえる場所になるのではないかなと思っています。で同時に体制の整備も整えていって、この住民とのワークショップだったり DIY とかを通じて地域への認知を拡大しつつ、今ここに聞きに来てくださっている方々をはじめとした積極的に活動されている方まで、積極的に活動されているプレイヤーを巻き込んでいきたいと思っています。でその中でこの拠点をやっていくには人が必要になるので、運営とかして関わってくださる方々やチャレンジショップとかニッチなイベントを一緒にやってくれる人たちを探していこうと思っています。で本格的にオープンする前に地域の住民の方々へにも楽しんでいただこうと、チャレンジショップのプレオープンをできたら良いなと思っております。どういうふうに事業を展開していこうかっていうのを簡単に考えてみました。まず全体的な流れとしては、まず周知をしていく、でいろんな方々に知ってもらって3、4年目で定着させていく、事業を安定化させて、そのモデルをうまく活かせて、そのモデルを横展開として町に広がらせていくっていうふうに考えてみました。この周知段階では地域住民へ周知させていくのと、マネタイズさせていく上でゲストハウスに宿泊してもらうっていうのがかなりの大きな部分を占めるんですけれど、そこで泊まって県外から来たバックパッカー、恐竜博物館に来た観光客の皆さん、勝山市外福井県内の住民の方々に来てもらうために、まず県外に向けては SNS で発信していく、こういう拠点があってこういう魅力的な人が集まっている場所があるんだっていうのを届けていく、で県内ではいろんな寺石 OD さんたちをはじめいろんな県内でイベントがあるので、その会場としてここの拠点を使っていただくことで、多くの方々にこの拠点を知ってもらっていくことができるのではないかと思いました。でその中で地元の人を発掘していく、でその周知をしていった後で、この 1,2 年目で培ってきたモデルを、解析してきたノウハウとかを活かしつつ、事業をブラッシュアップさせて安定化させていく、でここが結構重要になるなと思っているんですけれど、県内外のファンを獲得して継続化していくっていうのが重要だなと思っていて、自分自身も県外出身で福井の人と関わる中で、この人に会いたいからまた通おう、また行こうっていうような風になっていったんですけれど、この拠点でもこの拠点にいるあの人に会いたいからまたこの拠点に来ようって思ってもらえるような、そういうファンを作っていけるような人を集める場所にしていきたいなと思っております。で町を広がらせていく段階では、もうすでにある町の温泉施設とか飲食店とかの方々と連携させていただいたり、新しく拠点を整備することも進めていけたらなと思っております。
今回の拠点では人をテーマにしたものを作っていこうとなっているんですけれど、でも勝山市には他にもいろんな資源があって、例えば織物であるとか、そういう文化を体験できるような拠点を作っていけたら、もっとこの町全体で町宿として外から来てくれる人にも、勝山の中で生活している人にも満足していただけるものがより発展していけるのではないかなと思っております。次にまとめでお願いします。続いてまとめです。私たちの提案の中心として発掘というキーワードがあったことが分かると思います。ニッチな人が集える場を設けるということで、まずこちら発見を、発見につながり、そこでさまざまな人が活動を利用していて、そこで地層のように積み重なっていく。そして、そこでの記憶とかそこで思いとかが解析していって、面白い人が集まる拠点として発信していく。このサイクルを、中心とした拠点としてこの空き家を提案していきます。まあ、今この発表という形で、発信によって、建築が好きな人であったりとか、あと不倫が大好きな変な人とか、いろんなニッチな人、先ほど自己紹介とかであった通り、いろんな事業を展開されている人とか、さまざまな人が、この勝山とかあと他の県外とかにもいるので、そういう人たちをこのような形で集めて、でそういうことが、もっと大きなものでできていったら、とっても面白い、建物、そして空き家になっていくんじゃないかなと思います。以上で発表終わります。ありがとうございます。じゃあちょっと前行きます。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでプレゼンテーションをしましたと。いやちょっと多分新鮮な部分もありますよね、きっと。このとは違ったりとか、なんかこう実際にこうなんですかね、住民の人とか住んでる人の反応とかも、リアルなところではあったりとかするので、何かこう普段とは違うものが伝わっていたらいいなと思ったりします。そうですね。でこのプロジェクトはですね、これもちろんこれだけでは終わらずですね、来年度というか2024年度にはもう一回ね、設計を詰めて施工をするというフェーズに入っていきますと。で、ここからはね、ちょっと私の出番も増えてくるというか大人の出番も増えてくるのでね、大人の出番も、しっかりと学生をサポートしつつ設計施工と、実現していくというところをやってきますので、その動画もね出していくことになるかと思いますんで、ぜひ興味があった方は引き続き見てもらえると嬉しく思っております。ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。いやということで、この実現できたのもね、応募してくれた全ての方のおかげでもありますし、もちろん参加した13人の学生の皆さんもですし、あとはこういうプロジェクトをね受け入れてくれた町の人も本当に寛容というか、新しいチャレンジにどんどん取り組んでくる方だったので、とても嬉しかったです。その方のおかげだなと思って本当に感謝しかないですね。そうですね。ちょっと読み上げますか。本当にですね、学生さんたちはもちろんなんですけど、勝山市役所の皆様、勝山市地域おこし協力隊の西垣さん、有限会社北八建設の北川さんと、勝山市観光まちづくり株式会社の方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのおかげで学生さんたちにね、いい経験を与えてくださって、私たちもとても嬉しく思っております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。